ヨットを作ります。白い方を上に置いて三角に半分に折ります。一度開いて真ん中の線に合わし、このように折ります。で、後ろへ半分に折ります。一度ひっくり返ります。これですね、後ろにここに合わすように半分に折ります。そしてここを開けます。ここに手持ち、こうギュッと引っ張ってここを折りつぶします。ここは指を入れてぐちゃっとならないようにしてください。の完成です。ここですね、ここです。ヨットの完成です。折り図での説明です。1、三角に半分に折り折り筋をつけます。広げて2、下を折り上げます。3、角を合わせ向こう側に折ります。4、矢印の部分に指を入れて開いて潰します。出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。